どうも、モコと申します。先日、当チャンネルは登録者数50万人を突破いたしました。本当にありがとうございます。前々からちょっと何か準備しとかなきゃあかんのかなと思って考えていたんですが、結局当日まで何もできずに、迎えてしまいました。で、そんな中ですね、ちょっとこういう情報をツイッター出たので、ちょっと皆さんご紹介します。はい。なんか、モコっていうこの僕の自己紹介を YouTube の字幕機能が、絶対認識しないみたいな感じで、なんかツイッターでバズってたんですよね。これなんかちょいちょいなんかさ、俺の知らんところでバズるのなんなん 俺のツイートなんて全然バズんないのに、俺のネタをなんかその使ったツイートが、なんか人知れず勝手にバズることがたまにあるんですけど、なんか仲間外れ感があって、なんかちょっと寂しいけど まあこんな感じで、まあ画像貼ってくれてる人こんな感じで書いてくれてんやけど、もうドジャース どうも皆さん、こんばんは、モウコと申します。あ、モコとモウコが聞きにくいみたいな。木曜と申します。まあなんか実際スクショなんで、自分の目で確かめなきゃわかんないね。今回は、まああらゆる動画の僕の冒頭の挨拶を見て、その自動認識、自動に字幕を、がどんな感じになってるのか、ちょっと今回検証していこうと思います。では見ていきましょう。とりあえず最近の実写動画とかから見ていきましょうか。この字幕つけます。で、これで再生します。はい。どうも、モコと申します。向こうと申しま通常では夏休みっていうのは8ます。松田翔じゃないやつ。もう これさ、YouTube の字幕機能がいかれてるだけじゃないの、これ。8月31日のモコじゃあ次はサブチャンネルに上げた実写動画ですね。最近のやつですね。はい。引きこもりのモコと申します。どうも、低い方向の、ちょっと低い今小堀の何何何何。回読んでみたんで、ちょっと言っていこうかなと思います。で、お前動画でやるのに8どう回いうこぐらと？いは署名な、引きこもりのモコって言ってるのが低い小堀の方向と申しますよ、とるは。じゃあ、例えばこのポケモンカードの自社動画なんかはどうでしょうね。はい、皆さんこんばんは、モコと申します。やっぱり猛虎になっちゃってる。皆さんこんばんは、シカロンと申します。シカ、シャロンもシカモもなっとるやんけ、お前。ゲーム実況動画どうなんでしょうかね、これ。さあ、マッチングしました、モコと申します。あ、やっぱモコになっちゃってるわ。でも、このなんか、このモコが、ちゃうで、ガッチコリちゃんと翻訳できて、なんで俺のモコが翻訳できへんねん、これ。マヌケか、マジ、この AI。ぷよぷよの実況見てみまはい、モす。コと申します。あ、これはちゃんと、あ、ちゃんとこれ認識してんじゃん。はい、モコと申します。ちょっと、視察。ちゃんとこのアルファベットの認識で、これでも初めてですね、モコと申しますよ。ちゃんと認識してんじゃん。このシャドーバーの景品届いたやつはどうだろう。本日ですね、モウホと申します。本日ですね。その前にですね、サイゲーム、サイバーゼットのシャドーバーさんとかいろいろその、レイションの運営されてるサイバーゼットさんから、なんか謎の、服が届いたんで、これちょっとぶちこい。ちょっとやっぱ、思います。俺、滑舌が悪いんかな、俺の。これなんでこんな認識になってんの、これ。モウと申します。何語なんか分からん。この俺がシャムさんの真似したやつどうでしょうね。長さはってちょっと。あ、これか、目標と申します。料理動画、もうご存知します。 これやっぱ YouTube 側がおかしい気がするわ。 これ誰？もごと申します。もごと申します。やっぱね、これ思ったのが、YouTube の、そのやっぱ自動翻訳機能がまだまだもう、未完全であるというので、ちょっとどうしても、こういう字幕になってるんじゃないですかね。多分俺だけじゃないの、他の YouTuber も多分自動翻訳こんな感じになってると思うねんな。お前、ここまでいい感じで翻訳できてたのに、ここまでね。これ、賞味をつかめと届け下げも、ここまでうまいことできてるのに。いや、ちょっとね、これ以上見せたら、腹筋が割れちゃうので、この辺でちょっと終わっていこうと思いますか。皆さんもね、気になる動画があったら、これね、翻訳、擬似翻訳のこのボタンを押せばね、翻訳されるので、見てみるといいのかなと思います。はい、結構、違った楽しみ方ができるかもしれません。
はい、ということでご視聴ありがとうございました。